一人でペラ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 喋っております。大変申し訳ございませんですね、ちょっと他のメンバーも紹介してみたいと思いますが、一言ずつお言葉をいただきたいと思います。まずはリードギター千葉和臣でございます。ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。お前らリーダーの苦悩がほとんど分かってないというリードギターでございますね。それからリーダーの苦悩だけはよく分かっているというサイドギター中畑としてでございます。あんまし自分 の, 私生活喋ってもあんま面白くないと思うんですけども、これだけはこれだけ人数の人がいるから、いいメリットになると思いまして、これだけ喋らせてもらいます。東京の生活いたしておりましてね、僕の同じところに同じマンションに梨本さんが住んでるわけですよ。これは非常に偶然なことで、初めどうしようかと迷いましたが、しょうがないから一緒に住んでますが、でこういう会場とか全国回ってる間に、梨本さんと僕は友達になりましたと言いふらして、やっております。ここでこれだけの人数の方に言えばかなり効果があるんじゃないかと思って、それだけを期待して今日は来たんですけども、友達です。中畑から友達ですよ。中畑偉い、中畑偉い、よう頑張った本当に。ちょっと不安だったな千葉な、いつ終わるかなと思ったりなんかしてな。いや今決まった、本当お客も喜んどった。はい。何をやけになってんでございましょうね。ぼちぼち血が出てきたようでございますが、後ろの方はさっきも悟さんから紹介がございましたが、セットアップという非常に選び抜かれた優秀なグループでございますですね。仕事のないところを救ったという気持ちで今日もお付き合いしておりますけど、一番端におりますのが加納君でございますな。加納清君、岐阜の山奥で採れた方でございます。岐阜ってのは大変な田舎でございましてね、なんせこの人は私と同じ年なんでございますが、小学校5年の時に川原で侍の斬り合いを見たっていうんでございますですね。どんなところに住んでいたんでしょうね。想像しただけで、怖くなりますけどもですね、何でも飛行機が飛ぶたびに村落上げて拝んでいたらしいんでございますが、そこから出てきたという素晴らしい方でございますですね。ちょっと面白い過去がございまして、東京にやってきたばっかりの頃、コーヒー飲めば都会人になると思いましてですね、ある喫茶店に入ったところが例の凝ったコーヒー屋さんで、ストレートコーヒーしか置いてないね、ブルーマウンテンとかキリマンジェラとかね。でお店に入って座ってコーヒーください。でお店の人が、いやうちはいろいろコーヒーありますけど、あじゃあ、どんなのがあるの、固い口調で聞きますと、こうずっと紹介してくれるわけです、お店の人が。でお客さんなんか割と難しそうな方でございますから、いかがですかコロンビアなんか、すっとそれでも結構ですと言えばいいんでございますか、いやコロンビア飲み飽きた、見栄を張るんでございますですね。そして思わずビクターくださいって言いましてですね、もっと笑われたという方でございますね。さて一つ飛びまして、真ん中ミスタードラマー小林くんでございますですね。小林くん、今日は一人一人エピソードを紹介していきたいと思いますが、この方面白いのはね、まあ我々ほらコンサート終わったりなんかするでしょ、そうするとちょっとお酒飲み行ったりなんかする、酒飲み行きますとどうしても女の人にモテたいという気持ちが、沖縄でこの人こっぴどく女の人に振られとるんですな。もう本当に頭に来たんでございましょうね。ホテルの部屋に帰りました、ずっと歯を磨き続けるんでございますね。この方は悔しいこと悲しいことがあると歯を磨くという不思議な習慣でございましてですね、その時もすごかった、もう歯茎から血だらけなんでございますがね、20分ぐらい磨くんでございますね。ブツ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 現状を罵りながらね、何にもいいことなんかありゃしねえよ、そこまで来てよ、田舎はよとか言いながら磨き続けるわけでございますですね。ついこの間名古屋コンサート終わってフラッと表に出たりなんかして、綺麗な女の子がこう通り寄る、この子一生懸命引っ掛けようとするんですね、遊ばないとか言いながら陰険な目つきでね、本当に頭髪これ陰謀みたいな感じでこう迫ったりなんかする。女の子がキャーッとこう逃げていくんですね、怖がって、また脅かしちゃう、この野郎逃げていくんだったら歯磨くぞっていうのがあるんですね。そのうちこの人本当に思うんでございますが、歯ブラシ持って銀行強盗やるんじゃないかと思いますね。俺は本気だぞ、金を出せとか言いながらね、本気で磨くぞか。さあ何を楽しんでいるんでしょう武田は、本当にダメなエンターチナー。横におりますのが牧田君でございますですね、ミスターベースマンでございます。ちょっと体調を壊しておりまして、ちょっといかどっか具合悪かったよな牧田さんな。ちょっと割とこう肩太りの割には体が弱いというね、うちの波子タイプの感じの方でございますが、この方はなかなかの気取り屋さんでございましてね、やっぱりこう外国のミュージシャンしか聞かないというね、だからやっぱこう不安な人がカメラ向けたりなんかすると必ずニッと笑うんでございますですね。小学校の時はレントゲン撮影でも笑っとったって言ってましたから
驚くべき、才能でございます。それからその横に控えておりますのが、村岡君でございますね。この方はこれといっていいエピソードはないんでございますが、なんとなく姿形がいいと思いません？東北の妖怪座敷わらしを思わせるというそういう感じの方でございますですね。それからその横におりますのが佐藤君でございます。ミスターキーボードでございますね。なかなかこの佐藤さんというのもかっこいい人ではございますが、しかしカッとなるととんでもないことを言うんですな。コンサート終わって女の子とこう楽しく飲みたいとこまでバーッと引っ掛けに行ったりなんかする。引っかからないともうおらび回るんですな。ホテルの廊下で女なんか求めちゃダメなんだ僕たちは。ステージのあの物静かさが全然ないんでございますな。さあそれでは全員紹介が終わったところで激しいやつ一丁いってみますか。間違っているかもしれないけれどそう思うんだ。人の言葉に傷つけられてもどこへも逃げまい、破けた心を作ろう意図はやっぱり人の言葉。間違ってるかもしれないけれどそう思うんだ。間違ってるかもしれないけれどそう思うんだ。海や山や花を並べて悲しみ飾るまない、拙い文字を地面に書くように悲しみ歌おう。間違ってるかもしれないけれどそう思うんだ。間違ってるかもしれないけれどそう思うんだ。どんな時にも平気で知れると悟りし人の独り言。どんな時にも平気で生きてやる悟れぬ私の独り言。間違ってるかもしれないけれどそう思うんだ。間違ってるかもしれないけれどそう思うんだ。決めたら欲気に目が覚めた。憎み嫌めば愛していることもできないと目を閉じる。間違ってるかもしれないけれどそう思うんだ。間違ってるかもしれないけれどそう思うんだ。迷いながらも確かめたくて君を抱きしめた。確かめたかったのは心じゃなくて君の体の柔らかさ。間違ってるかもしれないけれど恋をする。間違ってるかもしれないけれど恋をする。酔いどれた男が星を見上げて寂しいだろうねと声かける。人間だって優しいもんだと酔った私も独り言。間違ってるかもしれないけれどそう思うんだ。間違ってるかもしれないけれどそう思うんだ。一筋貫くものさえあれば僕もっと強くなれる。貫くものが見つからないから迷いながらもこう繰り返す。間違ってるかもしれないけれどそう思うんだ。間違ってるかもしれないけれどそう思うんだ。間違ってるかもしれないけれどそう思うんだ。間違ってるか